フォーダムロード駅はニューヨーク市地下鉄 IND コンコース線の駅である。ブロンクス区フォーダムハイツにあるニューヨーク市最大のショッピング地区グランドコンコースとフォーダムロードの交差点に位置し B 系統がラッシュ時のみ D 系統が終日停車する。南広報部北端急行線側にあるモザイクを用いたエアタリ駅は多数の閉鎖された階段や通路があり。 IND コンコース線内でも規模が大きな駅の一つである。駅は観光線2000と急行線1000、島式ホーム2面を有した2面3線の地下駅となっているが、南広報無北端は壁により観光船側と急行線側に分断されている。なお、この駅の建設中には、上のグランドコンコースが通行止めとなるため大体路を地下に作り、そのさらに下に、 地下鉄駅を建設した。この大体路は、駅の完成後閉鎖されているが、南広報部を分断している、壁の内側には、この大体路の一つが通っていると考えられている。駅の改札街の南北には、それぞれ1カ所ずつ、計2カ所の改札口がありこれらの東側を、改札街の通路が連絡している。フォーダムロード側の出入り口には、 南広ホーム観光線側からはアクセスできず、ラッシュ時以外は必ずすべての乗客が一旦ホーム中央まで歩く必要がある。また、改札外南端には列車運行管理室がある。改札外へは両ホームから6つの階段で接続しており、その他閉鎖された階段が北高ホームに2つ、南高ホームに4つある。出入り口の階段終日開いており、 最も主要な改札口は、駅の中央、東188丁目にありきプー売り場や通りへの4つ、階段を備えている。なお、通りの西側へ出る2つの階段は一旦短い、階段で下に降りた後に通りへと上がる構造となっている。フォーダムロード側にある、小さな改札口には、回転式改札機と緊急時用の退場用、改札機があるが、この緊急時用のものは、 通常動機も頻繁に使用されるために通るとなる警報は解除されている。また、こちらの改札口からは長い通路を通った後に地上へと出ることとなる。こちらは以前は一部時間帯のみ開いていた。また、1970年代からこちらの改札口の切符売り場が休止されていたが、2003年8月に正式に閉鎖され完全に撤去されている。なお、 これらの他にもかつて、グランドコンコースとフォーダムロードの交差点西側に、通路と2つの階段があったがこちらは現在、閉鎖されている。この駅は、フォーダムロードのビジネス改善地区に所在し、ウェブスターアベニューからジェロームアベニューまで続いている、ニューヨーク市内3番目のショッピング地区の一部でもある。また、駅のある、 グランドコンコースとフォーダムロードの交差点の北西には1933年から1992年までアレクサンダーズデパートという大規模なデパートがあった。この他フォーダム大学のローズヒルキャンパスの最寄り駅でもある。ありがとうございます。